ここが最後の部屋だ。町の者たちを殺した犯人がこの中にいるかもしれぬ。心して進めよ。この子は船の入り口で見た。待て、死体の転がる船の中に女の子。何かがおかしいぞ。こいつこの魔物はヤバい代物だな。この圧迫感ですら奴の吐息程度でしかないんだ盛り上がってきたじゃないか。ええ、まさかカイネが感じていた気配はこの子が。あれ、君は久しぶりだね。配達員さん、ここで何を。ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女の子はこのナンパした船に乗っていたみたいでね。外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。そうだ、そこのあなた、つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで。包帯を持ってきたのはいいんですが、その女性の月のものの処置はどのようにすれば。すみませんでした、あまりに失礼でしたね。そいつに近づくな。そいつは、カイネ、エミール、こっちは何とかする。どうにかして外へ出ろ。あやつらなら大丈夫だ。一旦引くぞ。船が崩れるぞ。早く外へ出るのだ。分かってる、急ごう。邪魔だ。あの穴から外に出られそうだ。よかった、無事だったんだな。はい、でも配達員さんがまだ中に。ああ、助けに行かないと。この日差しであればあの魔物も追ってはこれまい。今のうちに体勢を整えるぞ。バカな。速度で再生しているのだ。
と光。何か来るぞ、対処。これは歌か。まるで人間の真似事じゃないか。どこで何を吹き込まれたか知らない。俺たちを空気満々みたいだな。ついた触手を狙うのだ。止まるな。もう一本も切り刻むぞ。やったか。なんだあの大きさは。おお、あれほどの傷を回復しただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。おい、砂浜にさっきの男が倒れてやがる。やつはあの魔物の恩人だ。人質に使えそうだな。うるさい、人間に刃を向ける気はない。で撃ってくるの。
男を人質に取れ。みんな仲良く死ぬことになるぞ。クソのタレが。槍の数が増えておるぞ。分かってる。だけど、クソ。いかん。このままでは。こっちを見ろ。こいつはお前の大事な人なんだろう。何してる。殺されるぞ。この人たちに手を出すな。ずっと騙していたのか。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、頭部を魔法で貫くのだ。
ありがとう。おかげで助かったよ。君たちには世話になったからな。かくまうぐらいお安いご用さ。本当にすまなかった。町の人たちが何人も魔物に食われて、その犯人の世話を私がずっとしていたなんて。貴様が気に病む必要はない。全部魔物が悪いのだ。そうだといいんだがな。そろそろ俺たちは行くよ。まだ報告しないといけない人がいるんだ。そうか。じゃあな。また君にも手紙を届けるよ。本当に世話になったな。夫は見つかったの？それは。どうして答えないの？ねえ、無事だって言ってよ。まさかあの人はもう。旦那さんは町から出て行ったみたいです。それは私に愛想が尽きたってこと？私と喧嘩ばっかりだったから。ごめんなさい、ごめんなさい。喧嘩するのが好きだったのよ。通じ合ってるって思えて、それだけで私は幸せだったのに。そう思っていたのは私だけだったの？あの夫婦の喧嘩ももう聞けぬと思うと寂しく感じるものだな。ああ、俺がもっと早く探していれば。くそ。気負いすぎるな。お前はよくやった。